んにちは、山田幸子です。今回は私の水彩絵の具の道具紹介をしていきます。普段私がどんな道具を使って水彩画を描いているのかを紹介します。これから水彩で絵を描こうと思っている人、あるいは水彩画が好きで描いている人にとっても参考になるかなと思いますので、どうぞお付き合いください。私は大学で日本画を勉強しているんですけれども、日本画では絵を描くために必要な道具を筆墨剣紙って言ったりします。この4つの道具が必要になるわけですね。日本画だけでなく書道をやっている人も聞いたことがある言葉かもしれません。ちょっと硬い言い方なのですが、これを水彩に置き換えて言うと筆、絵の具、パレット、紙って感じになります。この4つがあれば最低限絵が描けるよってことですね。まずこの4種類の道具から紹介していきます。はい、ではまず筆の紹介からいきます。これが私が普段使っている筆の、まあ、一部になります。こんな風にね、まだ使ってない筆とかもあったりしますね。私が普段水彩画描くときに使っている筆は日本画の筆が多いです。で、なんで日本画の筆かというと、こういった筆って絨毛でできていて水彩絵の具の含みがいいんですね。この穂先の水分調節がしやすくってとても使いやすいです。日本画の筆って聞くとなんだか高そうなイメージあると思います。でそんなに高価な筆でなくても十分快適に描くことができるので、ナムラの筆とかおすすめを動画の説明欄に書いておきますのでチェックしていただけたら嬉しいです。で初心者の方は大体こんな感じで、小さい筆と中くらいの大きさの筆と大きめの筆とっていう風に、この大中小の大きさの筆3本揃えていただければ、まあ、大体の絵は描けると思います。だね、細かい絵が好きとかっていう人だったらもうちょっとね、さらに小さい細かいところを描ける筆とか必要になってくると思うんですけれども、あとこの筆、私が小学生の時から書道で使ってきた筆なんですけれども、こういう書道用の筆も絵を描くのに使うことができます。逆に絵を描くための筆を書道に使うことはちょっと難しいかなっていうところがあるんですけれども、書道の筆を絵を描くために使うことはできるので、この辺もね、覚えておくといいかなと思います。結構いろんな筆で描けたりするので、水彩画だからといって水彩画専用の筆を使う必要は必ずしもないので、まあ、こんな風にね、ちょっと安物の100均の筆とかそういうのを使ってもまた新しい表現ができるかなと思いますので、ぜひいろんな筆試してほしいです。なんかね、こんなたくさんジャラジャラ写っててちょっと混乱するかもしれないんですけれども、広い面積を塗るにはまあこういう平筆先が平らになってる筆が使いやすいかなと思います。あとはこんな風に、これも日本画でよく使うハケなんですけれども、こっちハケで、こっちが連筆、連なる筆と書いて連筆と読むんですけれども、こういったものも日本画でよく使ったりする筆ですね。でも水彩画でも問題なく使うことができるので、背景とか広い面積を塗るときに本当に重宝します。こんな風にね、さらに大きいサイズのハケとかもあったりするので、まあね、これあんまり大きくて使うこともねそんなにないとは思うんですけれども、一番使う頻度が高いのはやっぱりこれぐらいの手頃な大きさの筆だったりするので、ね、そんなに高いものでもなくて絨毛だと使いやすいので、なるべく初心者の方は 100% 天然の動物の毛を使った筆を使うときっと塗りやすいと思います。次に絵の具です。私はホルベインの60色セットを基本的に使っていて、こんな感じでこの2枚合わせて60色ですね。でそれでも足りない色とかをこんな風にバラで買って出して使ってます。で絵の具のついでにパレットも紹介してしまうんですけれども、このパレットもホルベインのアルミ製のパレット使っています。これ1枚で30色入ります。なのでこっちが寒色系でもう1枚が暖色系っていう風に分けて使ってますね。で初心者の方は絵の具30色セットのものを買っていただいて、このパレット1枚に出して使っても全然大丈夫だと思います。実際この絵の具塗る時には混色して塗ることが多かったりするので、そんなに色数は気にしなくてもいいです。色数が多いと塗りたい色を作る時のショートカットができるので、まあ便利っちゃ便利なんですけれども、初
初めての時は30色でも十分描けると思います。すべての色を同じくらい消費していく人少ないと思うんですよ。例えば私は食べ物とかフルーツをよく描いているんですけれども、黄色とかとこの赤、ピンク系、それからこの緑とかの消費が激しいんですよ。で、このあたりの青とかあんまり使わないんですね。きっと皆さんもそれぞれの色の減り方ってバラバラだと思います。なのでセットで買った後はこんな風にね、1本ずつ買い足していくっていうのがいいかなと思います。で、このチューブからパレットに絵の具を出して、それを乾かしたものを水で溶いて使うっていう感じです。この1本をここの1つのこの区切り区画に全部絞って出すと楽です。出した後は半日くらい乾かすといいです。そして紙ですね。このビフアールっていう紙が価格もお手頃で使い心地いいと思います。初心者の方にはすごくおすすめです。で、こういったスケッチブックタイプのものになっていると持ち運びとかしやすくて、気軽に外でもね、書くことができるのでいいかなと思います。で、水彩紙ってここに書いてあるように、この紙の目の粗さがだいたい3種類くらいあってですね、こんな風に粗目とか中目とか細目、細目っていうのかながありますね。で、これどういう違いかっていうと、まあ単純に書き味の違いなんですけれども、この水彩紙は粗目ですね。で、今たまたまこのファブリアーノの極細目っていうのがあるんで、ちょっと比較します。ちょっとスマホのカメラだと分かりにくいかもしれないですね。粗めだとこの触った感じがまず全然違いますね。デコボコしていて、紙の目がすごくこう、なんだろう、粗いというかデコボコしています。それに対して、この極細め、一番細かいものは本当に、なんだろう、ツルツルしていて、ケント紙とか、そういったものと変わらないぐらい本当に紙の目も目立たなくてサラサラしています。これって書き味の違いだったりとか、水彩絵の具がどんな風に滲んでいくかとか、まあ細かい違いなんですけれども、そういった違いがあります。で、私ずっと細めの目の細かい紙が好きだったんですけれども、粗めを使ってみて、まあこっちもこっちで面白いかなという感じなので、私はそんなに気にならないですかね。初心者の人は真ん中ぐらいの中目使ってみると、まあだいたい描きやすいかなと思います。目が変わったからといってもう全然描けなくなっちゃうとか、うわいきなり難しくなったっていうようなことってまずないので、安心してください。まあ他の目が気になったら他にチャレンジしてみるのもいいかもしれないですね。あとはそのいろんなメーカーの紙があったりするんですけれども、これも好みの問題かなと思います。そんなにいきなり最初から高い紙に手を出すのって難しいと思うので、今これがファブリアーノの水彩紙で、これがホワイトワトソンですね。なんですけれども、このビフアールっていう水彩紙、本当に使いやすくて手に入りやすいので、これから始めてみることをおすすめします。といった感じでね、基本的にこの4つがあれば書けるんですけれども、追加でこれがあると便利というものを紹介します。じゃん、1つ目、バケツです。画材屋さんに行くとよくこの黄色いバケツ売ってますよね。このバケツ結構おすすめで、仕切りが4つあるんですね。なんで仕切りがあるのかっていうと、絵の具の色が混ざってしまわないためにあるんですよ。ちょっとわかりにくいと思うので実際に解説します。はい、こんな感じでバケツに水を入れてきました。4つの仕切り、すべての水きれいだと思うんですけれども、例えばこういう青い絵の具を塗ったとしますよね。青い絵の具塗りましたと、この後に緑とかまだそういう色だったらいいんですけれども、赤みたいなちょっと混ざると困る色ってあるじゃないですか。反対色だったり補色だったりするんですけれども、こういう混ざると困る色を塗りたい時に、こんな風に水の色青くなってるじゃないですか。この状態で例えば黄色とか赤とかそういった色を溶いてしまうと、色のついた水の青の影響を受けてしまうんですね。なのでざっくりここの仕切りは寒色系の絵の具を溶く場所で、もう一個隣の仕切りはじゃあ暖色系の絵の具の色を溶く場所っていう風に分けておくことができるんですよ。こうすると色が混ざってしまうっていうことを防ぐことができます。これとてもね、重要なことなので覚えておくといいと思います。じゃああと2つ仕切りあるじゃん、綺麗な水っていうのがあるじゃないですか。この綺麗な水も大事なんですよ。なんで大事かっていうと、その滲みを効かせたい時
とかに何も塗っていない画面にまず先に綺麗な水で濡らしておく。これでちょっとしばらく経ってから色をのせたりすると綺麗ににじみを引かせることができるんですね。でその場合この色のついた水でやってしまうとこの色のついた水広がっちゃうじゃないですか。っていうのでこう色移りを避けるためにこういう水の仕切り、綺麗な水を何種類か用意しておくっていうことが大事なんですね。こういう暖色系の絵の具を置く場所と寒色系の絵の具を置く場所っていうのを分けておくといいです。そしてさらに綺麗な水の場所っていうのを取っておくと、にじみとかぼかしを効かせたい時に重宝します。こっちがにじみ効かせてない方ですね。これただ塗っただけなので、色の際の部分が割とあっさりしてますよね。でもにじみの場合は、少しこの色の縁がじわじわしてるの分かりますかね？こんな風に先に綺麗な水を紙に引いておくことによって水彩ならではの表現ができたりするので綺麗な水を作っておくっていうことも大事なんですね。バケツの代用としてこんな風なコップありますよね。まあ紙のものでもプラスチックのものでもこれもちろん使って大丈夫なんですけれども必ず一つではなくてもう一個用意してください。水入れは2つ以上あると便利かなと思います。綺麗な水、色のついてない瓶子を確保しておくっていうことが割と重要ですね。後から、あ、そういえば綺麗な水なかったとか言って取り替えていくのも面倒だと思うので、あらかじめ2つ用意しておくと便利かなと思います。そしてバケツの他にもう1つあると便利なもの、じゃん、いらなくなったタオルですね。もうちょっと汚いので写すのも申し訳ないんですけれども、これをですね、どんな風に使うのかっていうと、さっきのバケツの下に敷いておくと、こんな風にバケツの下にタオルを敷いておくと、ついこう使ってて水がこう垂れちゃったりとか、割とバケツ周りって水でびしゃびしゃになりやすいので、そういったことを防ぐことができます。まあね、こういう風にちょっと拭いてもいいですしね。そしておまけでティッシュとかあるといいです。このティッシュがあると、このいざ塗るときに筆の水分量の調節が便利です。まあ、これをね、タオルでやっても全然大丈夫です。水彩で描いていると、筆の水分量が多くなりすぎて、変なにじみができちゃったりとか塗り重ねる時に下の色が溶けちゃったりとかして失敗しがちなんですよ。でもこのティッシュがあると塗る直前にこうポンポンと筆の水分を適度に吸い取ることができたり塗る前の色を一旦確認することもできるのでこのティッシュ地味に役立つグッズです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。次回は水彩画の基本的な塗り方のテクニックをご紹介しますので、どうぞそちらも楽しみにしていてください。動画面白いなと思ったら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。